マスティク島はカリブ海のグレナディーン諸島にあるセントビンセントグレナディーン領の島の一つで名高いリゾート地である。マスティク島はカリブ海切手の有名なリゾート地であり、9カ所ある美しい白いビーチや豊かな自然などが魅了する島である。ミック・ジャガーやデビット・ボーイなどもプライベートビーチとしてマスティク島に別荘を建てている。 面積5.70平方キロメートル、人口は約1200人で、島民以外にマスティック社や建設会社その他の企業の従業員などがいる。中心地は1964年に作られたラベルという村である。スペインが発見したが、18世紀にはイギリスの支配下にあった。その時代にフランスの攻略への備えとして作られた3つの砦が現在も残っている。 その後、マスティク島は、麺と砂糖のプランテーションとして発展していったが、砂糖のプランテーションはなくなった。1865年に、セントビンセント島のヘーゼル一家によって一つの辞書に入れられたが、マスティク島は不儀低下の状態の中にあった。1958年にコリンテナント断尺によって4万5000ドルで、マスティク島は買い取られ、個人所有の島となった。 イギリスのマーガレット王女はマスティック島の土地のうち約10エーカーの小区画を1960年の結婚祝いとしてマスティック島の所有者であるテナントから贈られた。1968年に方針が変わりマスティック島を元のままで保存する意思のある部外者に解放した。セント・ヴィンセント政府とマスティック社の間で経済発展のための合意がなされると 1969年に空港が開かれた。最初の新しい別荘が建てられ、店やビーチバーやレストラン、整備された病院など建てられ、島の子供は優れた学校に通っている。1989年にマスティク島は一家族の辞書から数世代にわたって島を次もたし、改善する人々のコミュニティの場所となった。 すべての島民に医療保険が提供されており、1968年以降に1億ドル以上がマスティク島へ投資されている。1997年よりマスティク島名義の切手が発行されている。ありがとうございます。